え、ちなみに2人とも声優になるときに両親に言うよね、はい、何何って。それって反対とかはなかったの？自分はなんかそういう世界に行くだろうなって思われてました。ああ、なるほどね。逆にそれは自分の日常の中でちゃんと準備させてたわけだよね。え、和富くんは？僕はあのトリマーになるって言って出てきた。ハリケンポリマーあの犬の美容師。あ、トリマーね、はい、うん、トリマーをやってると思ってますね。え、今？